で東大阪フットボールクラブ出身やで聞いて、はいはい、地元やんか、はい、ここでやったことあんの？あります、市民大会で。市民大会でやってるて。久々に明日ここやけど、この芝生の状態とかどんな？いやでもその当時に比べるもう全然もうめちゃめちゃいいですよ。お前は見た目よりボコボコやったんですけど、うん、全然そこまでね、普通の芝生って言いますか、天然の芝生で。もう完全に明日やったろいう気持ちになってるやろ。やります、ね、勝ちたいですね。ほんま先発で出たんやけど。いやほんまそうっすよ、ほんまにこういったっていうぐらいの気持ちで。でも今、はい、あのうまく使われてて、この間の天皇杯もね、はい、あのアシストの前のヘディング決めてるやん。まあ、もうそこを見てくれてる人がおれればいいかなっていうのは。いや僕も今年の最初、はい、Jグリーン堺に練習見に行った時に、はい、あの関西選抜をやった時の はい、あの辺のプレー見てるから、はい、なんてこの強引なヘディングやろうと。あ昔のあの僕が一緒にやってました、ヤンマーの鎌本さんになんか似てるなと、はい、いや恐れを言い過ぎかな。言い過ぎですもうこんなんすごくない、うん、明日、はい、もう自分の仕事はもう全部分かってる。まあそうですね、まあ一番いいのはやっぱ僕みたいに攻撃の選手っていうのが出ない展開っていうのが一番いいかなと、うん、一番の理想の展開やとは思うんです。でも明日は出たい。出たいですそういうことどんな形であれ、はい、僕もいるんやぞっていうのチームとしてアピールしたいですし、もちろん勝利してその、ね、FC 大阪っていうのをやっぱ東大阪に根付いていけるようにアピールするというのが一番大事だと思うので、うん、もう明日ね、明日の1試合でサポートはたくさん作らなきゃ、はい、それもあのちっちゃい子、はい、そこが一番大事だと思います、ね、はい、とホームタウンにな東大阪になって初めての試合となってます。で本当に僕らとしても大事な一戦、まあ、一戦一戦大事なんですが、本当にその明日の試合の勝利っていうのを大事にして戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。